めっちゃ綺麗やね。ちょっと呼ばなかったんですよ。どんな中やろ嬉しい、うん、お口開けてください。口元美容香織です。今日は前歯のかぶせ入れましたよ。硬い瀬戸物のやつで、前歯ってやったら見えるやんか。しかも瀬戸物でないと透明感っていうの、歯の透明感、他の歯に合わすいうことが難しかったりするのよね。プラスチックやったらベターっと仕上がったり、まあそう、人工のダイヤモンドでもその上に瀬戸物を貼り付けしひんかったら、この透明感ってなかなか出すのが難しいんだよね。でもこの透明感すっごい何回も色合わせをしてぴったり合うように仕上がりました。嬉しい。ぜひ見てね。これでセットします。めっちゃ綺麗ね。ちょっと呼ばなかったんですよ。どんな中やろ嬉しい、うん、噛んでください。素晴らしい。カチカチ噛んで。噛んでギリギリして。噛んでる感じどう？大丈夫やんね。うんうんうん。開いてください。噛んでください。カチカチ噛んで。噛んでギリギリしてね。開いてください。噛んでください。カチカチ噛んで。噛んでギリギリしようかな。ピコピコ。開いてください。
噛んでください。カチカチ噛んで、噛んでギリギリしました。大丈夫やわ。隣のハートの色、綺麗に落ちたやろ。ほんまに嬉しかったわ。その一つだけ浮き上がって見えるみたいになったら嫌やん。もう見るからに偽物つけてます、作り物かぶせましたみたいになったら絶対嫌やんか。だからいかにナチュラルに隣の歯、下の歯、自分の子を全体としてハーモニーとして綺麗にマッチさせるかっていうところが大事なのよね。どれが自分の歯、どれがかぶせみたいになってくれるのが一番いいやんか。今回ほんま綺麗に入ったんでめちゃくちゃ嬉しいです。やっぱり前は綺麗にかぶせようと思ったら瀬戸物で透明感を出して周りの歯と合わす、これが一番美しく見えるようになる秘訣ですよ。歯医者さん行ったら相談してみてね。いろんな種類のかぶせ物があるから、自分のこの歯やったらどれが一番いいやろう、どれが一番綺麗に見えるやろうって相談してね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。ということで、歯の相談とか歯医者さん行きたいわーなんていうご要望をいただいております。それでそれで公式 LINE っていうのをやってるんですよ。公式 LINE に登録してもらったら美しい歯を保つために綺麗な笑顔で一生過ごせるように、そんな願いを込めて私が監修した虫歯にならない歯磨き以外の方法をまとめたもの、それからそれから歯周病なってないかな。だってさ、4人に3人は歯周病って言われてる時代やで。自分の歯周病大丈夫かなっていうチェックリストプレゼントしてまーす。ほんでほんでほんで、さらに歯医者さんまで来てくれたらオリジナルポーチに入ったセルフケアセット、こんなプレゼントも用意して待ってるからね。公式 LINE 登録お待ちしてまーす。